こんにちは、サラです。今回は前々から気になっていたクリオのヌーディズムウォーターグリップクッション02番をレビューしていきたいと思います。今気づいたんですけど SPF50+PA3+ だって、リフィルが1個ついてました。で、価格が3900円ぐらいです。水分がなんか爆発するクッションみたいな感じで書いてあって、水分が爆発ってどういうことって思ったんですけど、開けたばっかりの時になんか水分の玉みたいなのがすごいここに浮いてくっついてて、ヌルヌルする系 の化粧水かなんかが混ぜられてるのかなと思ってたんですけど、触ってみたらすっごいサラッとしてました。見えるかな、ちょっと爪伸びてて申し訳ないんですけど、こう押すとほらちょっと水分が一緒に出てくるんですよ。はい、こんな感じでなんか 70% 水分って書いてありました。はい、前に紹介してすごく好評だったフォース RX のクッションファンデの23番と比較するとこんな感じです。こっちが23番でこっちが今回買った2番ですね。はい、 70% 水分ってことで気になるのがカバー力だと思うんですけど、早速塗っていきたいと思います。ね、手に出した感じ全然カバー力ないのかなと思って塗ったら全然カバー力あるやんって感じ。はい、今こちらだけ塗ったんですけど、すごい、まあ、すごいっていうかこれ塗ったの初めてじゃないし、何回か普通に使ってるんですけど、フォース RX のやつはもうがっつりカバーしてやんよって感じで、こっちはツヤとかトーンアップって感じかな。とにかくしっとりします。やっぱベースメイクって大事だね。こっち側ワンタップで全部塗ったので、そんないっぱいつけなくてもメイクできます。だからコスパもいいかもしれない。はい、全部塗ってみました。こんな感じになります。はい、ということで軽くメイクしてきました。今フェイスパウダーなしでハイライトとノーズシャドウとチークだけ粉のものを使ってます。かなりツヤってます。このサハラ砂漠の C ゾーンも、私混合肌なんですけど、ここがものすごく乾燥するんですが、かなりしっとりとしてます。サハラ砂漠にオアシスが出現しました。おでこはすごくテカるので、いつもフェイスパウダーをおでことこの辺には塗ってます。で、その状態での、持ち具合なんですけど、フォース RX に比べると崩れやすさはあるけど、なんか変に汚くヨレヨレになったりとかはないです。こういうしっとり系のクッションファンデにしては、あ、なかなかいいなっていう感じ。ただ今季節柄冬なので、それもあるかもしれない。乾燥肌の人にはすごくいいと思います。詳細は概要欄に URL を貼っておきますので、そちらから見てみてください。ということで、サラでした。Twitter とインスタとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。